2022年9月5日、佐藤修一ライブでございます。台風ね、11号の方ね、気をつけていただければと思います。広島のね、西側を通っていく。逆に言うとね、広島やね、あるいは九州方面も、台風の、大型台風の東側に当たるということで、本当にね、風が強まりやすい、方角をね、通っていくと。ちょっと離れたところにあってもね、かなり強い風が吹く恐れがありますんでね、お互い気をつけていきましょう。それでですね、今日はですね、湯崎さんはこの国葬に参加するなということをね、もう強く申し上げたいと思います。広島県知事のね、湯崎さん。ね、本当ね、今回のね、国葬ですよね、安倍晋三さんのね、もう弔意の強制につながりかねずね、本当憲法違反ですよね。こういうことはね。広島3区市民連合の方もね、国葬出席のね、旅費などをね、差し止めるようね、監査請求をね、行っていく予定です。すでにもう総会で決めてます。あとね、河合案里さんの事件ね、1.5 億円の最終責任者としてね、説明責任そもそもね、安倍さんはね、果たしていませんよね、広島に関して言えば。それから西日本大水害でのね、もう4年前ですか、お粗末のね、危機管理。もう腹立ちましたね、俺も。もうね、連日総裁選対策の宴会。そしてカジノ法案に熱中。で、夏中国会を開かない。こういう人の国葬ってどうなんですか、ね、俺ほんとね、ね、4年前の夏ね、あるところでのボランティアね、活動ね、土砂除去の。いやー、休憩時間中にこういうことをおっしゃる方いらっしゃった。ね、広島に、8月6日、安倍さん来ますよね、当然。総理をね、暗殺する奴がいたらね、面白いのにな、って。今となってはシャレにならないけどね。でもそれぐらいね、みんなね、苛立ってた。ね。そういう人たちもうね、わーっとみんな大爆笑ですよ。当時はそんなことをする奴がね、どうせ、オルマイという意味でのね、冗談半分もあったんでしょうけどね。でも、みんなやっぱり安倍さんに苛ついてたのは確かですよ。当時のね。やっぱりね、そういう意味でね、そういう男をね、絶対ね、やっぱり、国葬なんかね、するっていうのはね、納得しない人がね、多いと思いますよね。だって今でもね、はっきり言いますよ。ここだけの話ね、やられても当然だということね、私におっしゃる方もいらっしゃいます。それちょっと違うと僕は思うけどね。でもそういう感じをね、持たせてしまったというね、この安倍さんね、そういう人をね、またね、国葬にしてね、さらに、広島にとってね、やっぱりその、やっぱこういうね、なんか、お粗末な危機管理。そして、河合案里さんの事件。大迷惑をかけられた男をね、国葬に、知事がね、湯崎さんがね、出席するっていうのはやっぱりね、納得はいかねえな、というのはね、広島県民としてね、純粋に思います。そしてね、今後の予定についてね、お話をしたいと思いますけれどもね。もう、ご覧の通りです。街頭宣伝の方はね、11日、浅見区、祇園モール、祇園丸。もう全部ね、祇園緑。もうそういうね、ローテやっていきますので、よろしくお願いいたします。ちょっとね、立ち寄って聞いていただけるだけでも結構ですので、よろしくお願いいたします。そしてね、もう一番のメインはね、願いはもう、完売ですよね。政治献金に言われるね、1000円、2000円でも本当に超スーパーオールドスカイの活動です。よろしく、伏してお願い申し上げます。それではね、皆さん本日も仕事行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。失礼いたします。